本日お時間いただきありがとうございます。はい、はい、よろしくします、はい。で、本日 の、 お話についてなんですけれども、そのコロナウイルスについて現状はどんな状況なのかを少しずつお伺いできればと思っております。はい、はい。例えば、先日25日東京とまた他の都道府県は緊急宣言自体が解除になりまして、ロックダウンがなくなっている状態になっております。はい、はい、皆さんの今現地の状況はどんな状況になっておりますか？今の状況は中国全体としてはウイルス前と同じなんですけど、みんな、はい、映画館とか大きな集会できないだけなんですけど、他はレストランとか、うんうん、ジムとか全部営業しております。あ、そうなんですね。他は、うん、他は、うん、今キッチン賞だけ、はい、新しいの感謝出ていて、あ、そうなんですね。なんかそちら結構最近厳しくなって、他は特に問題が生活とか、うんうんうん、生産とかあんまり問題ありません。あ、そうなんですね。なるほど。で、ロックダウンの状況はいつ解除されたんですか？はい、来4月から、あ、まあ3月2月の10日から少しずつ、うんうん、生産回復しておりますけど、はいはい、3月の頭からもう生産とか全部開始しておりますけど、うんうんうん、でも最初は3月は全部じゃなく必要な、はい、会社だけ生産を始めてます。そうなんですね。外資系の会社ほとんど始めてないなんですけど、4月からだんだん始めてきますので。はい、なるほどですね。まあ少しずつこう回復しながら実施されてるっていうことなんですね。なるほど。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。例えばその今までの日常生活について結構いろんな変化があったりとかしてると思うんですけど、今もそういう変化はまだありますか？2月3月の時はネット商売の方が多いなんですけど、今は店に行くのはもう普段と同じなんですけど、うんうんうん、まあ、ネット商売前より、結構2月3月の時繁盛したんですけど、今は人は結構家閉じ込めるなので、はいはい、まあ、普段はデパートに行くチャンス少なくなってるので、はい、なるほどですね。と集中する、はい、うん、うんうん、人集会とか結構少なくなった。あと会社でも例えば遠距離の出張とかも減っていました。あ、なるほどですね。そういう遠距離の出張とか、はい、遠距離のテレワークとかの実施は中国でのお仕事のカルチャーの中に結構こう普通なんですか？それとも日本みたいにすごい新しいカルチャーなんですか？そうですね。こういう、まあ、まあ日本と同じ中国は、まあ、集中してフェイストゥフェイスの昔は多いなんですけど、まあ今回のウイルスでチケット結構減っています。はいはい。まあネットでできることはなるべくネットでするようにしております。うん、なるほどですね。こう、まあ日本にはちょっと若干こうポジティブな結果として見られてるんですけど、こうフェイストゥフェイスがすごい、はい、なん
なんていうか強い国で、この後もこういうテレワークとか実施する可能性が結構高いって考えられてるんですけど、中国の皆さんはそういうやり方も続けられそうですか？はい、いや今はまだ分からないですけど、はい、まあネットワークの、まあ、会議は前使わない会社は使うようになりましたので、うんうんうん、多分こういう確率上がるチャンスが多いなんですけど、うんうんうん、なるほどですね、ありがとうございます。皆さんはもうテレワークには慣れましたか？はい、まあ結構まあ前は微信結構繁盛しているので、こういうまあ、伝われないこともいっぱいありますけど、だんだん慣れる人も多くなりますと思いますけど、うんうん、なるほどですね、ありがとうございます。私もこう、はい、なかなかこう慣れない、あのテレワークでお家でいるとずっと食べちゃったりとかちょっとしてるので、あのあはいって感じになってます。はい、中で待っている方がます増えてきていますので、あのちょっと生活日記でこちらちょっと補充しますね。あの日常生活には、あの4月頃から中学校と、あの高校は、あの、はい、一部もう復帰してまして、あの5月の18日ぐらい上海の小学校の4年生と5年生も復帰しております。それ来月の6月1日からあの幼稚園も始まります。あのそれが一大校だけは必要になっております。あ、そうなんですね、ありがとうございます。あとスーパーの日常製品の在庫もあの結構いっぱいありますので、そうですか、充実しております。はい、全然生活には影響はあります。そうなんですね、そういう感じです。ありがとうございます。皆さん知ってるかもしれないんですけど、あのその日本でコロナウイルスが出始めた時に、あのマスクとかあのトイレットペーパーがすごい在庫がなくなったりとかしてたんですけど、皆さんのところには最初の頃そういうものはなかったんですか？あのマスクはなくなっておりますが、でもその1ヶ月もなっていないうちに結構もう売れるようになって、インターネットも売れるようになっておりまして、中国人はそういうトイレペーパーに関してはあのみんな買わないんですね、普通に買ってる。はい、あの世界ではあのドイツと日本だけはそういうあの意識が持ってて、あのこれからマスク使う材料をあのトイレ使う材料をマスクに使うようになっているから、みんな信頼してトイレペーパーを買いに行っているんですけど、そうそう、そうですね、中国はそこまではまだ考えてないかなという、はい、ありがとうございます。そうですよね、その通りですちなみにその、はい、皆さんがこうマスクつけてる習慣とかがもう皆さん常にマスクつけてる状態ですか？今でも今は外出かけるときはまずつけるんですね。つけない方はちょっとおかしいと、はいはい、たまにつけない人もめったにないけどあります、うんうん、あ、そうなんですね。ほとんどみんな昔の中国人は絶対あのマスクつけるのは嫌ですけど、だんだん今も慣れてきてるみたいですね。でも今オフィス中国ではみんなつけないようにして、はい、なるほどですね。他の国とかモンゴルだとあのマスクつけていないと罰金するとかお金取るとかっていうものがなってらしいんですけど、それはあんまりないということなんですね中国はないんですね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。公園で着物によとあのそういうの宣伝があります、うんうんうん、なるほど、わかりました。少ないところはつけてます。
ありがとうございます。あとは例えばそのパブリック、あの高級の場所、レストランとかスーパーとかに行くとき、こうあのソーシャルディスタンシングっていう2メートルを離れて LINE するとか、なんかそういう実施はしてますか？あ、そうなんですね。普通に食べてます、ね、あ、そうですか。いや、あの最初はあの営業始めたばかりの店は全部距離を置いてあの食べてますけど、今もそういう制限はないですけど。ああ、そうなんですね。うん、なるほど、なるほど。今は一つで、一つ机の上に一人しか食べられないというルールがあります、はい、前は。なるほど。でも今はその制限はなくなって、あの普通の生活には戻ってるっていう感じなんですね。なるほど、はい。スーパーとかに行くときに、ただ、はい、ただスーパーとか交通集団を乗るときは絶対ないといけません。なるほどですね。今その日本でもこう距離空けながら立つとか待つとか、あとは、マスクつけないと店に入れないとかっていう制限がまた結構あるので、はい、なるほど、はいはい、ありがとうございます。今はマスクつけないと中国のスーパーとビール、あのオフィスビールも入らないです。もう入らない、もうなんかルール的にはダメっていう。あ、そうなんですね。そうです。わかりました、ありがとうございます。承知しました。あと他の学校とかも大学とかも 休業から復活してるっていうことなんですね。はい、そうです。はい、でも大学入るともう出られないですよ。出られないというのが、あの大学に行ってずっと大学に寮に住んでて、あ、はいはいはい、あと面接とかもできない。そうですよね、あの就活とかそういうなんか就活のジョブフェアとかは全てオンラインとかで行ってるんですか？はい、そうです。わかりました。なんか新鮮ですね。皆さんこうそれをどうやって利用してお仕事に就くのがなんか大変だけどすごく新鮮な感じがしますが、皆さんどう思いますか？そうですね、うん、そうです。結構うちは2月から3月4月面接して採用するあの人材がいまして、3回の面接全部インターネット、こういう感じ、ウェブとかで面接しています。はい、そしたら採用して。あ、そうなんですね。今日は初めて。今日は入社。あ、そうなんですね。すごい。その。全然合ってないのに、インターネットでしか合ってない。はい、合ってなくても面接は。すごい面白いですね。そのリモートで入社したってことなんですね。素晴らしい。はい、そうです。ありがとうございます。なるほど。その新卒の皆さんとか結構大変な時期だと思いますが、そのジョブマーケットについてなんですけども、あの企業さんは今コロナウイルスとかについて日本だとあのちょっと応募をあのストップしたりとか中止にしている企業があの数々いるんですけれども、あの皆さんのいるところはどういう状況になっているんですか？求人は結構減ってますよ。あ、そうですか。うん、あと求人の変化もあります。昔はあのアシスタントとか行政的なポジションが、はい、多いなんですけど、今年はすごく減りました。技術系と英語系のあのポジション、まあ今年特に技術系のポジションが多くになりました。はいはい。でも減ったのがどのあの業界が減ったんですか？貿易に関して、物流、あと旅行、物流、旅行、ホスピタリティとか、まあ、貿易結構、貿易は結構多いなんですけど、はい、旅
この会社は、こういう競技の、こういう減るのは結構すごいです。まあ、内半、中国内半向けは、まあ、まだ大丈夫なんですけど、中国向けの販売はまだ大丈夫なんですけど、はい、まあ、国際貿易とか結構減ってます。なるほどですね。とその割には、技術の方は、はい、増えてる。そうですね。まあ、ホワウェイという事件もしてると思いますけど、半導体、電子系の企業、あと、科学機器が最近結構力入れてます。なるほどですね。ありがとうございます。はい、あと、ルイさんから何か補足ありますか？あと、今年は繊維の会社、アパレル系は結構減ってきますね。全然補修がない会社もいっぱいあります。はい。アパレル系が結構減ってる。そうですね。なんか珍しい、まあまあ、消費者の、業界は少し減ってるっていう感じなんですね。いや、アパレル、こちらのアパレルはアパレル商社のことなんですけど、はい、まあ、中国内販してるブランドはあんまり影響はないなんですけど、ええ、私は行ってきます。日系のアパレル商社ですね。あ、はいはいはい、なるほどですね。ありがとうございます。あと、その求人とか減ったりとかしてる中に、またコロナウイルスの、影響で離職とかお仕事がなくなったりしてる方々が結構増えているのでしょうか？そうですね。特に欧米系のキー企業、今年リストラがしてる企業多いなんですけど、はいはい、日系企業はそんなに、まあ、影響はな、まあ、そんなに欧米系の企業と比べてまだマシの方なんですけど、はいはい、でも例えば事務所閉鎖したりとか、この、まあまあ、生産工場とか移転したりとか、ええ、こういう、まあ、こういう状況を国になってで、まあ、失業してる人、はいはい、まあ、去年より多くになりました。何パーセントぐらいなんですか？結構倍とかですか？国のデータによるとそんなに多くないですけど、でも漢字上は大体3倍以上はあります。そうなんですね。3倍以上は結構高い方だと思います。そうですね、そうですね。特に40、35以降、40代、50代の人を多いたんですけど。なるほどですね、わかりました。その離職中の皆さんに対して、その政府からの何か支援とか、サポートといった取り組みとかは行ってるんですか？離職してる特にそうなんですね。なるほど。そうですね。まあ、政府からもともと失業金という施設があって、まあ、失業金申請できるなんですけど、新しいの仕事チャンスについて、まあ、政府多分一定の力入れてますけど、あんまり人のニーズ合わないケースも多いなんですけど。なるほどですね。その日本だと最近決定したのが、1人当たり10万円 の、 支援サポートが決定をしたんですね。なので、そういったものがまた行っているのかなと気になりました。まだ始まってないですね。あ、そうなんですね。個人に対して、ただ去年の支払った税金、はい、今年一部も戻ることができますという。ああ、そうなんですね。まあ、そうですね。あとは、まあ、ほとんど企業に向けに対しての、税金減免とか多いなんですけど、ええ、
人向けは香港と香港と香港だけ、うん、1人で1万元香港ドル1万元ドル1元ありまそうそうそう1万元香港円はい香港ドルでそうですねなるほどですね1元あります、うんはいわかりました。まあ個人っていうより、まあ、企業に対して の, あのサポートが結構多いっていうことなんですね。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。あともう一つ、はい、上海では、多分全国もそう思いますが、上海では例えば、あの中小企業とか大企業でも、例えばオフィス借りてるオーナーはもしあの国営企業が例えば国営出身の企業でしたら賃上げ出身のお金はあの払わなくても大丈夫。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。でも個人のオーナーでしたらそういう懸念はない。あ、日本ともちょっと似たような状況ですね。なるほど、はいはい、これ結構助けられますね。そうですね。中小企業の、はい、家賃は特に態度は高いんですね。なるほど、ありがとうございます。承知しました。そうですね、うん、あとはその企業様のとかあの候補者に対して、まあ、コロナの影響とかがあると思うんですけど、その募集に対してこうなんか変更とかあった部分とかあるんですか？結構ありますね。前はこのポジション前、あの例えば新設の前ではまたこのポジションあるのに、ずっと調べ、あの自分探してて、新設の方も決めたのに、あの新設校にこのポジションを決めるというのも多いですね。はい、例えば本当内定してる方が行って、であのコロナのか、あのかけてもあのなんか取り消しになったというのもあるんです、ね、なるほどですね。ありがとうございます。うん、そんな多くないんですけど、でもあります。あ、そうなんですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。そうですね、はいはい、他に何か補足の情報ありますか？最初は使用期間でリストラされてる方多いなんですけど、うんうんうん、あの、年、休職前に、まあ、オファー内定をもらった方リストラ、うん、まあ、オファー取り消しとかリストラとか、うんうん、あとはあの後の状況は見えないので、はい、まあ、うん、今、進行して今年進行する予定のプロジェクト、あのキャンセルするあの企業も結構多い。それも結構多くいらっしゃるんですね。うん、日本も同じくそのそうです、ね、お客先のプロジェクトがあの続けられないとか、それがキャンセルになったので、あの今お仕事ないっていう求職者の方が結構たくさんいらっしゃるので、そういう状況も、はい、あの日本でも同じく現れてますね。そうですね、はい、ありがとうございます。また日本はリストラーの方は多いでしょうか？はい、あの日本ではリストラーされる方は多いでしょうか？日本では、あ、ごめんなさい、もう一度お願いします。うん、日本ではリストラされる方は多いでしょうか？リストラ？うん、リストラ。我说可能我的耳机不太好用。小白你说吧。日本でリストラされるあの方はどの増えてますか？その企業のリストラとか。はい。そのお客さんっていうか、その会社の都合で次の仕事がないっていう方々ですか？そうですね、はい、そうですね。結構あの私の、 あの体感なんですけど、あの面談中の方とかが、はい、
結構そういう状況が頻繁に多いですね。そうですか。はいですね。はい、ありがとうございます。結構こうストレスが、ストレスが結構大きいなんか時期には、皆さんはどうやってストレスとか発散してるんですか、今の時期とかには。今の時期今の時期っていうか、そのなんだろう、まあすごいストレスが溜まると思うんですけど、皆さんは、はい、あと中国の皆さんどうやってこうストレスを発散したりとか、もっとこう楽しく生活を送ってるのかなと思いますが。まあ、最初は全部家に閉じるときはストレス発散できないです。そうですよね。まあだんだん回復して、まあ一番ストレス解消の多い方は多分レストランで うまいもの食べます。そうですよね。私もうまいもの食べたいです。あとは友人ええ、と電話するとか、うんうん、こういう方法で。なるほどですね。まあ会うのはちょっとできないの で、 そうです、ね、まあ、電話とか、はいはい、ご飯と電話ですね、うん、私も同じで す、 そうですね。他は、まあ、ゲーム好きな人、ええ、まあ、映画とか見てゲーム見てこういう、まあ、生活方法しかできない。そうですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。リーさんはどうですか。 あと女性の方はお母さんたちは前料理できない方はこのコロナのかげでみんな料理上手になってます。あ、そうですか。大変上手になってもレストランかなってもぐらい上手になりましたね。そうですね。あとはマスクとか自分で作ったりとか、何かこう手作りが結構上手になりますね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、すごい貴重な情報をいただきましてありがとうございます。他に何かこう皆さんと共有をしたいなっていうなんか面白い情報であればぜひ共有いただければと思いますが。あとは日本の今将来に対してどういう見方してますか。見方としてはそのなんていうかコロナと一緒にどうやって生活するかっていう考え方をしてると思うんですね。はい、なので今会場そのロックダウンが解除されても同じく距離開けてやったりとか、あとは同じく消毒とか手の消毒とか毎回するとか、はい、手洗いとかは必ずするよってい う、 そう、ね、そのこの病気と一緒に生活するっていう考え方をしてますね。はい、会社はいつか経済も戻りますかという見込みありますか、来年とか。経済のことですか。はい、そうですね、私の考えだと結構大きく影響されてると思うのですぐは立ち止まらないと思うんですね。なので、まあ、できれば何ヶ月間後とかにそうですねボーダーとか開けて環境局を観光に来てる皆さんとかも入れて経済をまた回したりとか、そういうことをやらないと多分日本の経済は、はい、すごいなんていうか危ない状況になってると思ってます。中国も大変です。そうですね。中国の皆さんがよく観光に来てるんですけれども今来れなくなっちゃってるので、はい、そうですね、まあ、結構時間が収入は減っているので多分時間結構経ちますよね。あ、減ってるんですね。そうですね、まあ、収入というか
的な収入多分減ってないですけど、業界によって前は貿易物流結構いい収入してる人、と旅行とか結構いい収入してる人は多分こういう収入もなくなっておりますけど、他の業界は例えばネット販売とか結構まあ利益出てます。同じく日本もそうですね、観光の業界は完全にヒットされてまして、あの他のオンライン購買とかの方がすごくデマンドがあったりとかニーズがあったり、あとは、はい、そのウェブサイトのチャットボットがありますよね、はい、AI の、はい、それを開発する、はい、会社っていうか、そういうそれを開発する会社たちにすごい問い合わせがいっぱい来てるっていうのが、なぜならそのウェブサイトが AI のチャットが欲しいっていうお客さんから問い合わせが多いので、それの開発も欲しいっていう割に、そのそれが開発できる人たちをすごく欲しがってますね。はい、わかりました。はい、です。ありがとうございます。はい、そうですね、わかりました。あと他に皆さんから補足の情報あればぜひ教えてください。補足状況は特にありません。はい、わかりました。本日いろいろ、こういうところ、はい、コロナウイルス、早めに終わるように祈りますしかない。そうですね。そうですね。また日本の昨日のニュースによると、多分1月から中国と日本の飛行機が飛べるかもしれない。あ、そうですか。そうなんですね。それはちょっと。もう早く飛行機が飛んでほしいですね。そうですね。早く復活してほしいですね。はい。はい。はい、それでは本日いろいろお話しいただき本当にありがとうございました。とても参考になりましたし、勉強になりました。はい、はい、はい、ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。